桐生。伊達さん。すみません、患者さんですか？え、でしたらご遠慮ください。衛生的に問題がありますので。こいつは警察の後輩で本庄だ。俺に遥の事故を知らせてくれたのがこいつでな。本庄だ。あんたのことは伊達さんからよく聞いている。遥、どういう状況だ？ ICU にいる。とても会える状態じゃない。腰と肩を骨折して出血もあるが、一番深刻なのは頭だ。強く打って意識がない。重体だ。何があった？ひき逃げだ。無茶な運転してたチンピラが偶然居合わせた沢村遥を引いて、今もそのまま逃げている。ひき逃げ。大丈夫か桐生？いや、今は何も考えられねえ。だろうな。けどこの話にはまだ続きがある。何だと？来てくれ、お前に見せたいものがある。あれだ。うん。事故に遭った時、車が突っ込んでくるのを見た遥が、自分のことはお構いなしに体を張って守ったものがある。何？この子が、遥かの、まさか。いや、まさかじゃない。名前は春人だ。あれ、つまりこの子は遥の子だ。まさか、そんな。名字が同じってだけじゃない。自分の体を張って守ったんだ。そりゃ自分の子だからこそ。なら父親は、この子の父親は誰なんだ？わからん。わからない。そういうもんがわかる持ち物は何もなかったんだ。彼女が持っていた携帯は壊れてて、今中のデータが取り出せないか調べている。それに遥がいつから神楽町に来てたのかもわかってない。そのあたりは全部遥の意識が戻らねえと。回復の見込みは？今は何とも。悪いが、下手に希望を持たせるようなことは言いたくないんでな。医者ができる限り手を尽くしている。今はただ祈って待つしかねえ。先輩、すみませんが自分はそろそろ、まだ事故現場に仕事が残ってますんで。待ってくれ、本庄さんだったな。うん。遥が事故に遭った場所はどこなんだ？何のつもりだ？あんたが現場に行ったところでどうにもならん。逃げている犯人は警察で追っている。
ヤクザ崩れの出る幕じゃねえぞ。おい本庄、言い方なんと言われようが構わねえ。こんなとこでじっとなんかしてられねえんだ。沖縄にいたはずのハルカ、いつの間にかカムロ町に来て事故に遭った。わけがわからねえ。あいつを引いたチンピラってのは誰だ。それに何より本当にこの事故は偶然なのか。ハルカが誰かに狙われたって言いたいのか。今でもお前を恨んでいる誰かの仕業だと。そうだとしたら許さねえ。絶対に。待て、いいだろう。事故現場は占領通りのあたりだ。今すぐでよければ俺が案内してやる。構いませんか、伊達さん。ああ、頼む。悪いな。